令和2年11月3日と4日の2日間、阿蘇市の北外林山で、阿蘇カルデラナイト満喫プロジェクトのモニターツアーが実施されました。これは国土交通省九州運輸局による令和2年度ナイトタイムエコノミー推進に係るコンテンツ造成事業を活用し、阿蘇市観光課が企画したものです。モニターツアーには、 九州在住の外国人ら6名が参加。初日の3日には北外林山ナイトプログラムとして、普段入ることのできない草原で地元のガイドを受けながら星座を観察したり、焚き火を楽しみました。このモニターツアーは夜間の楽しみ方を充実させ、長期滞在を促すことで、 日本を訪れる外国人旅行者の観光消費の拡大を目的としています2日目は千年の草原ムーンライト乗馬体験として月夜に照らされた草原でホーストレッキングを楽しみました阿蘇市観光課では今後5つのナイトタイムコンテンツを造成し販売につなげていきたいとのことです